はい、じゃあ皆さんおはようございます。埼玉トヨペット営業推進部の井田です。本日はサイコリレーマラソンに参加いただきましてありがとうございます。また600名と大変多くの方が参加されていると聞いて本当に嬉しく思います。今回で2回目となるサイコリレーマラソン、最近の健康ブームとも重なり、駅伝やマラソンの人気が高まってきているのがよくわかります。私は車通勤なんですが、朝になると走っている方を多く見かけるようになりました。まあ私も機会があればこのようなイベントに参加したいなとは実は思っているんですが、頭ではそう思っていても体が思うように動かないのが現実です。ですからまずはウォーキングから始めてみようかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さて、私ども埼玉トヨペットは地域の皆様のおかげで成り立っている企業です。このリレーマラソンで仲間との友情や絆、そして輪を深めていくことに少しでもお役に立てればと思っておりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。最後になりますが、本日はハイエースのリラックベースとシエンター2台をあちらに展示しています。残念ながらこちらは優勝商品ではございませんがすいませんございませんが、すいません、お時間のある時にはご覧いただきたいと思います。その代わりに弊社よりシエンターのミニカーを用意いたしました。
こちらは優勝したチームそれぞれにお渡しいたします。ちなみに非売品になりますのでお楽しみにしていただければと思います。それでは簡単ではございますが本日お怪我の内容に楽しんでいただければ幸いです。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんおはようございます。広山晴美です。今日はこのような大会にお声掛けいただきどうもありがとうございます。さっきもね、たすきを受け取ったんですけども、この手作りのたすきで走るっていうのは初めてなので、皆さんもこの手作り感のこの温かさを感じながら走ってください。そして私は昔は、今も紹介ありましたようにオリンピアンで早かったんですけども、今は年齢は、50歳になってそんなに速く走れません。で今は本当に楽しみながら健康のためにのんびり走ってます。で今日は、皆さんと本当にこう楽しく怪我のない一日にしたいと思います。で多分一区走るんですけどもそんなに速くないです。で今日一日ここにいるので何でも気軽にお声掛けしてください。よろしくお願いします。平山様にはですね、後でちびっこかけっこリレーとかあちらでイベントもやっていただきますので、ぜひご参加お願いいたします。続きまして、同じくゲストランナーのシンガーソングランナー、スイ様、お願いいたします。はい、皆さん、おはようございます。今日、とっても天気が良くていいですね。風がちょっと強いんですけども、走ってるうちに皆さん忘れていって、風のことも忘れていってですね、楽しく走っていけたらなと思います。私も走ったりですね、あと皆さんにちょっと走り終わった皆さんにちょっとインタビューさせてもらったりとか、ちょっと皆さんと楽しんでこの大会を盛り上げて楽しんでいきたいと思ってますので、一日どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そしてですね、最後に埼玉栄 OB 王子で結成いたしました埼玉レジェンドのキャプテン徳田由美子様、お願いいたします。すいません、遠くからありがとうございます。こんにちは。今日は埼玉レジェンドチームで走らせていただく、徳田由美子と申します。埼玉レジェンドチームというとても名前を聞くと早そうなチームだと思いますが、私も今は全然あまり走れておらず、ゆるゆるで、今日はキロ6分ぐらいで走れればいいかなっていう目標でいます。他の4名の皆さんは結構早く走れるそうなんですが、まあ今日はそんな感じで、皆さんで一緒に楽しんで大会を走れたらいいかなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さて、こちらで開会式は以上になります。この後ですね、はい、本日この後、尾本由美さんとダンサーの鈴木聖子さんですね、はい、によるユラレッチというダンスをしながら一緒にストレッチをする、はい、ウォーミングアップして、ウォーミングアップして一緒にみんなで一緒にやっていただいて、確かに体を動かした方がいいですからね、はい、一緒に走る前に当たり前のことしか言ってないですね今ね、はい、あなたも当たり前のことしか言ってないですから私も当たり前のことを言ったんですよ。すべて私が喋ることが面白いと思ったら勘違いしないでくださいね。すみません、はい、そうですね、だって体を動かした方が絶対いいですからね、はい、温めてから走った方がいいですから、はい、はいはい、なんでやねん。はい、でその後ですね、11時10分から11時45分の間ですね、はい、先ほどご挨拶いただきました平山晴美さんと徳田由美子さんによるかけっこ教室、スタートと反対側のあちらのあたりですね、あちらのゴールを、はい、まあ、置いてあるあたりにやりますので、はい、お子様の皆さんぜひぜひ参加をお願いします。みんなでやる、はいはい、みんなでやると楽しいですからね。そうですね、はい、かけっこ教室はお子様限定ですね。お子様限定、お子様と一緒に楽しいですからね、はい、はい、相手にしないでください私は。はい、豪華景品が盛りだくさんの抽選会イベント閉会式の前の12時45分頃にございますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。1回だけもう一回確認していいですか、はい、ハイエースは当たらないんですよね、抽選会でね。当たりませんね、ハイエースは当たらないです、わかりました。ハイエースはなしでございます、はい、びっくりしました。はい、
で閉会式ですね1時からの予定になっておりますが、最終ランナーの状況によってまた時間の変更もございますので、そちらはご了承お願いいたします。はい、すいません。でその後閉会式終了後にですね、これまた超豪華景品のかかったじゃんけん大会を用意しておりますので、最後まで、はい、ね、ぜひ最後まで残って一緒に、はい、どんな景品あるか今言えないですか、ちょっと内緒にしておきましょうかな。最後の楽しみだね。でも本当にすごい、いや素晴らしいあれですよね、はい、いや確かにすごい豪華なんで最後までね、そう、ぜひぜひ、はい、女性の皆さんがちょっと嬉しいものだったり、昴生さんとか ね、いっぱいいっぱい入りますので、ぜひ、はい、何せですからね、こんなにたくさんの方が協力してくださってますから、協賛の方がね、すごい本当に、ぜひ期待しててください。はい、ありがとうございます、はい、それではですね、最後に大会審判長の田口様より、はい、大会の注意事項がございますので、あともう少しお持ちください。はい、声が聞こえます。大会の注意事項の後にまた揺られちゃいますので、はい、少々お待ちください。はい、田口様はよろしくお願いします。スタートして最初出るところ段差がありますんで、そこら辺気をつけてと、あとこちらの、ゴール入ってくるところも同じように段差がありますんで、注意して、走ってください。であと3キロ地点に、給水がありますので、そこで給水をして、バランスよくうまく走ってもらいたいと思います。今日は本当、怪我なく、走ってもらうことと、あと、本当調子悪くなったら、棄権するような形でも構いませんので、よろしく、ね、お願いいたします。今日は、本当気持ちよく、明るく、楽しく走りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。さてさて、それではゆられっちを、はい、はい、始めたいと思いますので、いよいよ皆さんちょっと運動ができる、そうですね、ストレッチができるぐらいに、はい、広がっていただいて、体操体験ってやつですね、はい、は私のイベントの時にランナーさんにやっていただいて、すごく好評見ているものです。でその前に私が7月にちょっと知恵熱を出しながら取った呼吸筋ストレッチっていうものがあるので、お客様にやっていただいたらすごく効果が出ています。で走っていて苦しい時に呼吸が楽に入っていくようなストレッチなので、ちょっと走る前に、ぜひやってみてください。でゆられっちの前に2つ呼吸筋のストレッチをしたいと思います。で一番大事な首のストレッチと、あとは肋間筋、肋間筋2つあるんですけど、内肋間筋っていう筋肉を伸ばしたいと思います。まずですね、肩幅に、ぶつからないように広がってください。で肩幅に開きます。そうしたらこの鎖骨のところに手をクロスをしていただいて、下に引っ張ります。下に引っ張ったらこのレントゲンの台に顎を乗せるような感じで顎を上に引き上げます。この時に息を吸ってください。吸ってゆっくり吐きながら戻していきます。これ3回から6回いきましょう。はい、息を吸って鼻から大きく吸います。その時は胸郭をなるべく大きく開くようにしていきます。前とこの脇、背中の方まで空気が入るようにしっかり呼吸をしていきます。ゆっくり吐きます。はい、あと2回いきましょう。吸ってで後ろ首を詰めすぎないようにすることがポイントです。はい、ゆっくり戻します。はい、もう一度吸って限界まで吸って、ゆっくり吐き切ります。で吐き切ることがすごく大事です。吐き切っても残気量で空気が中に入っているので、限界まで吐いていきましょう。はい、あともう一つ肋間筋、この肋骨と肋骨の間にある、筋肉です。まず頭の後ろに手を当てます。頭の後ろに手を当てたら肘を空高く引き上げていきます。この時のポイントはこう横に倒さずに天井に引き上げる感じです。この肋骨と肋骨の間を
しっかり引き上げてください。この時に息を吐きます。ゆっくり吐いて、はい、吸いながら戻します。吸って、はい、吐いて、はい、吐き切って、ゆっくり吸います。はい、ラスト吐いて、倒しすぎないように引っ張り上げます。はい、戻します。今度は左、頭の後ろに手を当てて、はい、ゆっくり吐き切ってください。吸う筋肉と吐く筋肉があって、これは吐く筋肉なので骨側筋と言います。でゆっくり戻します。はい、吐きます。ふー、限界まで吐いて、はい、吸います。はい、ラストしっかり引っ張り上げましょう。はい、 OK です。これは来年なんか小学校の教科書に載るそうですよっていうところまではちょっと先生に OK をいただいているので、はい、これをゆらるっちの中に入れていきますので、ちょっと1週間前に無茶振りして聖子ちゃんに入れてもらいました。はい、はい、よろしくお願いしますお願いします。はい、はい、では、はい、では、ね、曲をお願いします。はい、後ろの方も元気にお願いします。バスの方もお願いします。まずは足少し開いてもらって、はい、ちょっと呼吸を使いながら肩を吸ってあげて、吐いて下ろして、吸って吐いて、で今度は右の肩を下げて、左を下げて、右を下げて、はい、ここは呼吸大丈夫です。逆になっても大丈夫です。ちょっと早くいきますね。さあとでダンスも入ります肩を動かしますね。 OK、 そしたらそのまま少し楽にちょっと揺らしますよ。で、指先を肩につけます。肘を前に、そのままぐーっと上に上げて、自分の顔を挟み込むように通ったら後ろへ、肩甲骨をグリグリと、でぐーっと息を吸って吐いて下ろします。早く4回いきますね。1回吸って吐いて、あと2回、大丈夫ですか？見えますか？今度は後ろからゆっくりいきます。吸って、ゆっくり吐いて吸って、肩甲骨をね、ちょっとね、意識です。早く4、4、ゆっくり3、指先が肩から離れないように頑張って。 OK です、少し手を下ろしましょう。はあ、大丈夫ですね。ちょっとここで足を止まってますので、さっきの呼吸、鎖骨、二頭筋を覚えてますね。はい、はい、このままぐーっと押して、ぐーっと混ぜましょう。呼吸が、吸いながらぐーで、吐きますね。戻して、もう一回、吸って、吸って吸って吸い切って、吐きましょう。鎖骨を引き下げます。あと2回いきますね。引いたら吐いて戻します。あと1回いきましょう。吸って、息を長く吐いて下ろしましょう。大丈夫ですね。手を下ろしますよ。足元少し動かしますよ。ちょっと動かしますよ右と左どっちでもいいですあれ、ちょっと足開こうかな。ゆっくりダウンアップ、変わってますよ手をパンチ。で少し背中も使ってほしいので、背中、おお、上手です。いいですね、綺麗綺麗。いけますか？早くいっていいですか？せーの、ドンドン、速い、ゆっくり、はい、ゆっくりゆっくり大丈夫ですOK、 少し手を楽にして、ちょっと揺れましょうかね。揺れましょうかね。足のトップ、トントントン、ちょっと膝2個、手は難しいけどもしできれば、上上肘、上上上上手、大丈夫ちょっと足変えますね。ちょっとここは遊びです、遊びです。開いて閉じる、開いて閉じる。手と足は一緒だから分かりやすいと思いますが
いいですね。膝周りで大丈夫ですか？ OK です。さあ足少しねタップ、手を後ろ、はい、今少し胸と背中を使いました。ストレッチ、足元そのまま手を前に、大きなボールを抱え込むように、はあ、OK。 さあ少し揺れましょう。足の字、右左どっちでも大丈夫です。足の字、足の字、そのまま、はい、左手後ろから前に、後ろから前に、さあ少しこうひねり、ひねり、大丈夫ですか？楽しんでますか？上に行きましょう。一回止まります。膝が出てていいです。まだお尻を落として手は上ですね。一回回しましょう。上でストップ、吐きます。先ほどやりました肋間筋のストレッチも、足をまっすぐそのまま頭に、はい、呼吸は吐きながら伸びます。吐き切ってから吸って戻しましょう。もう一回いきますね。吐きながらぐーっとそばに肘が下ろしますよ。あともう2回いきましょうかね。吐きましょう。胸を上げてね、で下ろします。あと1回。先ほどね、せっかく教えてもらったのでここでしっかりと使います。 OK。 ちょっと楽にね、反対前と後ろ、前と後ろ、そのまま少し上げてもらって、上でストップ、膝曲げて、指、さっきと違う手であれば大丈夫です。1回回して、膝をまっすぐ、手は頭の後ろ、少し腕を上げます。吐きながらぐー、先ほどの呼吸をしっかりとね、送り込んでください。吸いながら戻して、もう一回いきましょう。うーんと上に。背中をまっすぐですね。戻しましょう。もう一度。気持ちよく脇腹を、ストレッチ、あと一回、吐きますよ。吐きましょう、歩きましょう。失礼しました。足元少し変えます。クロスバック、皆さんどっちに曲がる、体を右、左、こう曲がっても大丈夫です。そのまま右足を前にタップ、つま先をタップ、かかとをつけたままで頑張ってますか？後ろの方も少し変えますよ。ちょっと見えない、膝なんか外、つま先かかと、つま先かかと、ゆっくり上げましょう。ゆっくり中、外、中、外、バランスちょっと早くいきましょう。早く早く早く、そのままダラ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 バランスがね、反対にしますよ。足元大丈夫？中、外、つま先、かかと、いいですね。ゆっくりアップ、中、なんかお尻も使いましょう早く早く早く、ダラ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 、大丈夫ですか？大丈夫かな。さあ少し足を引く、中から外へ、おー、そうです。足の付け根とお尻、ちょっとこれもバランスがありますが、ちょっとチャレンジ、早くいけますか？ちっちゃくていい、ちっちゃくていい、いける人は頑張れ、もうちょいちっちゃくてもいいですよ。あ、もうしんどいしんどい、 OK です。さあ足少し広げてください。股関節、自分の手か、いる人は肘をよく見るストレッチですね。右手で右の膝を押しましょう。目線は楽な位置で大丈夫です。内側のもも、反対、呼吸楽にいきましょうね。
ではそのまま足を閉じます閉じます。ちょっと手を下に置けますか。右足を下げてもらって足の付け根、無理しないで無理しないで、いけます。さあ少しお尻を下へ下へ下へ、足の位置少し内側内側、まっすぐセンター、外側、いろんなラインを伸ばしますよ。内側、もう一回、中、センター、そっと真ん中に戻りましょう。ゆっくり後ろの足を前に持ってきて足を変えますよ。前の足は膝も90度です。ちょっと先ほど言い忘れましたね。ゆっくりダウン、無理しないですね。大丈夫ですか。お尻落とします。このまま内側にまず足を入れて、内、センター、外側へ、真ん中、あと1セット内側、足の付け根、軸の足も頑張って、反対、真ん中に戻ります。はい、ゆっくり足を前に持っていきましょう。はい、そのままゆっくりと体を起こしましょう。ちょっと足をブラブラとして、で軽くジャグジャグジャグ、 OK です。でそのまま一回息を吸います。はい、吐いて置いていきましょう。吸ってぐーっと伸びます。で吐きましょう。はあ、では頭ゆっくり起こして、温まりましたかね。リラエッジは、はい、このまま終了です。ありがとうございました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 。いや、素晴らしいですね、本当に。これだけで全然しますわ。もう走れない。何が辛いってバランスがない。あれすごい。全然できなくて。先生余裕だったすごい。素晴らしいですね。皆さんも体は温まりましたかね。はい、温まったでしょうね。はい、OK ですか。はい、大丈夫ですか。走る準備は OK ですか。はい、ありがとうございます。ではもう間もなくスタートになりますので、皆さん各自で、はい、スタンバイして、はい、準備でお願いいたします。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、開始は終了で、はい、ありがとうございます。怪我だけないように。コールコールしてます。コールしてますんで、こう攻撃してますんで、番号言ってください。攻撃してます。だから、分かった分かった、向こう側は走れないんだ。あ、じゃあ